はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、隠しキャラクター、ゲットしましたので、紹介していきたいと思います。この動画には、ネタバレ要素が含まれてます。ネタバレはちょっとなーっていう人は、注意してくださいね。では、早速、やっていきましょう。どのキャラクターが仲間になったかというと、このキャラクターです。はい。まだ序盤にいる人はちょっとわからないと思うんですけども、ストーリーの、かなり後半の方で出てくるキャラクターとなってます。その時名前はなかったんだけども、名前はエルルと言います。おそらく強い。うん。いや、間違いなくエルルは強いと思う。ステータスを見てみると、レベルまだ42なんですよ。うん。加入した時がレベル40だったかな。うん。だったんだけども、このステータス。うん。多分99にすると、かなり HP も高くて、MP もあって、使いやすいキャラクターになるんじゃないかなって思います。うん。で、技も、ギガデインとかベホマラー覚えて、使いやすいよね。で、強みはね、これもいい、マスコット。敵から狙われにくくなるので、ヒーラーとしては、もう抜群だよね。で、耐性がすごくいい。爆発と、あとは月だけ弱いけども、あとは、やや強いか、とても強い。うん、耐性がね、ものすごくいいので、このキャラクターはね、絶対強くなると思います。で、まだね、42なので、ちょっと、強くなったらどれぐらいになるかわかんないですよね。まあ、50、60ぐらいまで、とりあえず上げてみましょう。どのくらい強くなるんかな？で、エルルの図鑑を見てみたら、ちょっと気になるやつがありました。あ、本名はエンゼルゴンって言うんだな。エンゼルゴンでした。で、特技が、1個ハテナなのよ。一個ハテナ。なので、なんだろうね。多分、ベホマラーの下だから、ベホマズンかなぁ。いや、これ、ベホマズンだったら結構いいよ。ギガデイン、ベホマズン。で、この下の二つ、つけばいいと思うんだよね。いや、自分で特技選べるのかな。まあ、ちょっとわかんないんですけども、多分ここレベルを上げれば、覚えるもんだと思います。うん。絶対これは一体しか仲間にならないやつだと思うからね。まあまあ、とりあえず、レベル上げてみましょう。今、レベル99のところを回ってます。で、ちょっとね、暗黒の呪いにかかって、敵が超強化されてるんですよね。なので、結構注意していかないと全滅の恐れありっていう感じですね。あ、もう、金のメダルもほとんどいらないですよね。金コインも。もう虹だけでいいかな。金はもう集めておりません。じゃ、でも敵が強くなったと言っても、強いのは攻撃力だけで、別に防御力そんな変わんないからね。いや、変わってんのかな。いやでも、会心で基本ダメージを与えていってるので、そんなに気にはならないね。うん。まあまあまあ、集中攻撃バーってもらえば、すぐやられてしまいはするんだけども、OK、ナイス。いいですね。で、99の階層を、3周ぐらいすれば、多分、60、70にはなるんじゃないかな。42だったでしょ。うん。多分70ぐらいには行くんじゃない？まあ、メタキンが出ればもう確実だけどね。でもメタキンはね、おお、ナイス！あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、危ねえ。こういうレアなやつは、仲間にしたい。オッケー。ナイス！いいね。ちょっと待って待って待って。はい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 。いいね。レアなやつが出てきてくれるとすごい嬉しいんですよね。と、あと、このキャラクターなんだっけ？今必殺技使ってるの。こいつのね、おしゃれさんも
手に入れたんだけども、でもね、必殺技だよね、あれがね1個足りてないんだよね。なんだろうな、バルデバランか、ここギガデインと雷光一閃付きの真ん中が空いてるんですよね。ここがなんだろうなと思うんだよね。それをちょっと一応探してまして、一応バルデバランが出てきたら、仲間にしようとはしてますね。あれがなんかめちゃくちゃ強いやつだったら嬉しいよね。おー、キラーマシン、しかも強化されてる、これ強いかもね。いや、そうでもないか。まあ、若干注意することもないな。痛恨が来ればさすがに痛いだろうけども、まあまあ大丈夫でしょう。まあこんな感じで、あとそうね、あと3周ぐらい念のためする、念のため3周も回れば、まあまあ おそらく二次コインもあと2つぐらいは出るだろうし、まあレアなやつもね出るかもしれないので、おお、回っとこう。次のボスも余裕でした。次はヘルコンドルね、問題なし、もうボコって終わりだ。はい、ではあと1周だね、次のボスまで倒して戻りますね。で最後のボスがワイトキングね。ワイトキングはね、ドルモアがあるからちょっと注意しないといけないんだよな。ドルモア食らうとね、たまにねワンパンでやられるんだよね。はい、では戻りましょうか。40分ぐらいかかったな。それでは戻ってきました。どんぐらい上がってるだろうね。60いってれば嬉しいんだけども、いや惜しいな、惜しかった。58です。58で、一応このまんまだよね。また仲間になるはずはないと思うんだけどね。でもまあまあ、ペホマラーとね、ギガデイン、これでいいじゃいいとは思うんですけども、やっぱり気になるんだよな、このハテナが。これどうしたらいいんだろう。多分ね、ベホマズンだと思うんですけどね。ベホマズンか、まあなんか攻撃スキルか。ちょっとわかりませんね。まあ、とりあえず、レベル99まで上げてみて、で、それでどうなるか。それをね、また、動画で流したいと思います。そうだね、あと、どんくらいだ ?5 時間ぐらいか、それぐらい戦えば多分上がると思いますので、やってみますね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。